大久保清子は日本の女優である。出生名、笹井麻子。結婚後の本名は伊藤麻子。女優引退後は伊藤大輔夫人として知られる。1911年1月30日、京都府京都市上京区三条通り千本に生まれる。父は笹井光二郎、叔父は千本組当主の笹井三左衛門、いとこに笹井末三郎がいる。 旧制小学校同市東山区の課長高等女学校を卒業した。芸能人物辞典明治大正昭和等には聖火高等女学校を卒業した旨の記述があるが、同校は現在の聖火高等学校であり、当時は大阪市住吉区、生命通りに実在した学校であるが、誤りである。 満22歳になった1933年、いとこの末三郎に勧められて、日活京都撮影所に入社、翌1934年5月10日に公開された、辻吉郎監督の修羅道春秋に出演して、大久保清子の名で映画界にデビューした。同年8月末、長田正一が独立して第一映画社を設立すると、これに参加した。 1935年12月末、牧野正弘が、撮影所長、いとこの末三郎が理事となって設立した、牧野東器製作所に、第二記入者として移籍した。同社には、実定の佐々井武彦が、経理部に所属していた。1937年4月末、同社が解散し、牧野正弘、沢村国太郎、水岡龍三郎、同期の水原洋一。 田村邦を、ダントクマロ、志村隆大倉千代子らと共に、日活京都撮影所に移籍した。万26歳になる同年6月、映画監督の伊藤大輔と結婚した。1981年7月19日、夫の伊藤大輔が死去する。1985年、伊藤大輔シナリオ集、全4巻を上司、監修する。百八十九年、 伊藤大介の急増資料約4万点を京都府京都文化博物館に寄贈した。すべてクレジットは出演である。公開日の右側には役名及び東京国立近代美術館フィルムセンター所蔵等の上映用プリントの現存状況についても記す。同センター等に所蔵されていないものは特に1940年代以前の作品についてはほぼ現存しないフィルムである。 すべて制作は、日活京都撮影所。配給は、日活である。何は日か、メインタイトル。特筆以外すべて制作は、第一映画社。配給は、松竹キネマである。初期の特筆以外すべて制作。配給は、牧野陶器製作所である。国立国会図書館蔵書を中心とした書誌である。クレジットはすべて、伊藤麻子名義。 ありがとうございます。